まず私たちのですね、自治会は双葉町県中地区刈上住宅自治会と言います。で立ち上げたきっかけはですね、私の妻の母がですね、仮設住宅にいるんですけど、行くたびにその仮設にはですね、いろいろな支援が来てるんですね。ところがその刈上住宅のところにはもうほとんどっていうか何も来てないっていうのが現状で、以前ですね、猪苗代町のですね、ところで避難してた方と知り合って、その方に自治会を立ち上げてみませんかということで声をかけたんですね。でそこから始まったんです。で1月に発起人会を開いて、2月には、双葉の支所までですね行きまして、設置届を町長の方に出して、でそこから毎月1回の定例会を開催しています。で何さの初めてのことばかりで、確かに私もはじめ会長さん、副会長さんですね、役員皆さんなんですけど、初めてのことでなかなか何をしていいか分からないっていうのが現状だったんですね。でも一つ一つみんなで相談して何をすればいいかってね、住民の皆さんが何を求めているかというのを聞きながらですね、いろいろなその情報提供とか、あと支援物資のですね提供とか、あとはその皆さんで楽しくいろんな講演をしたり、踊りをやったりですね、8月には盆踊りなんかもしてますし、そういった皆さんに、ね、少しでも喜んでいただけるように、来てよかったなって言っていただけるような自治会に今頑張ってます。